違うああえー、ここでマーチ はい、皆さん、こんにちは。動画2つの動画再生していただき、ありがとうございます。本日は、不滅のあなたへ、えー、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。前回ね、酒爺の方から、まあ、グーグーのね、体の秘密みたいなのが明かされる流れがありまして、まあ、とりあえず、そのお腹が膨らんでる部分っていうのは、そのお酒が入っているからだと、それ以上の何か秘密がそこにあるってわけでもなさそうなのかなっていうのは分かったんですけども、ただその前のくだりで、グーグーが結局、不死に対してて、傷つけたり、火で炙ったりみたいなことをして、 いてまあ年齢差はあるとねまあやってることは結局似たり寄ったりじゃないかっていう部分もあったりしたじゃないですかまあいくつになっても人の探求心というか好奇心みたいなのはねちょっと恐ろしい部分があるなっていうねそれによって相手がどう思うかとか考えずにやっちゃうその恐ろしさっていう何をやるにしてもまず相手の立場になって考えてね一旦ちょっと冷静になって何事もねやってもらいたいなって思うわけなんですけども前回りんちゃんがねま酒、あ、爺が住んでいるこの塔の方に一緒に住むって方 たでで越してきたわけけなんですけども前に犬をね見つけた時にこのリンって女の子のそばには常に獣者みたいな人がいたじゃないですかお月のものがそれがいないで結局この場所に来ているっていうことのこのね何があったんだろうっていうね前回の予告でも暗い影を落とすみたいなことを言っていたんだけどそれがりんちゃんのことなのかもしくはまあ前回あのラストの方でグーグーが人さらいみたいなのに捕まりそうになったのフシが助けたじゃないですかあの時にフシは鬼熊の姿になったりジョアンの姿になったり ということで、その噂を聞きつけた、やはり、早瀬がね、追ってくるっていう展開もあっていいのかなと。うそうなってくると、また、グーグーとか、ピオランとか、サケジーとかさ、みんな心配になってきちゃうんだけども、ん、今回はあんまりね、ちょっと暗い展開にはなってほしくないんですけどね、まあ、どういうことになるのか、また皆さんと一緒に見守りながらね、見ていきたいなというふうに思っております。はい、まあ、というわけで、皆さんも録画したもまもしくはビデオンデモンドを使って一緒にお楽しみください。簡単なととご案内されました。本編スタートです。 はい、スタートでーす。ああ、そうそう、フシがね、料理、料理って言っていいのかなそう、そうそう、りんちゃんがね、塩があればって言われて、さっきのドヤ顔。<laughs> で、ザクザクに切っちゃって。フシはまさにグーグーがいないとね。んで、これな。マーチの泥団子。 いやー、こいつらがなー、また帰ってから、どっか行ってからさ、とんでもないやつ見つけちゃったぜっていう話をしまくった結果、その、早瀬たちが来ちゃうっていう、その流れもあっておかしくないよね。それはどこで見かけたんですかみたいな聞いてきてさ。何が起こるんだろうな今回。もう、本当になんていうか、その最悪な結末の方しかさ、 もう今までこの作品見てきてると、その予測、そういう方向にしか予想できないんだよね。それはいいけど、もう見たくないんだよ。いや、それによっていろいろこっちの感情が揺さぶられるのはわかるんだけどさ。まあかといって、そんなね、なんか円満ななんか別れなんていうものがあるわけもなさそうじゃんグーグーに対して節が思ってる気持ちとかさ。 考えると。それこそ怪物兄弟って言ってさ、兄弟みたいな今関係になってきてるわけだから、そんな二人が、じゃあお別れだみたいなことはないと思うんだよね。ってなるとやっぱ来るのかな痩せがな。いやー。けどもけどそれでもフシーももう今鬼熊に,になったり色々強いしね。うん、それともあれかあの森の中にいる前回出てきたほら、これこれ。 あれが出てくんのかなどっちだろういや、もうどっちかだよね。もうその二つの。いや、もうやだもうその覚悟ができてない。そのできる前に今こうやって見てる気がするわ。まあ一応タオルは用意してるけどね。ん何どういうことああ。 怖いもの見たさみたいなんで来てんの心霊スポット的な。でなんだいやいやいや、そんな感じで使わない方がいいよ。ねえ。いやー、軽い気持ちでやってんだろうけど。いや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 。うーん。いやー、いたずらしまくってんだね。<laughs> かわいい。ちょっと。うーん。 フシはあれだよね。グーグーのその見た目に関して全く何も差別的なものを思わないだろうからね。そこら辺がまたあれなんだろうね。グーグーはいいんだろうね。うーん。あれから全然帰ってないんだね。えー。まあ、そこなーそれはちょっとあれなんだよね。逆にそれを しなきゃいけない理由があったんじゃないのって言おうと思ったら。え、まさにそういうことなんじゃないねえ。違うやっぱなんかあるんじゃないそういうこと本当にいや、酒 G、お酒好奇心以外でも実はみたいなのあるんじゃないよいや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 。 体調不良じゃん、完全に。栄養失調なのかなんお、なになになにもしかして出せんの美味しかった記憶から。おい出たよ <laughs> <laughs> ちょっとそれ味はそこら辺も全部そのまんまううん、うん、んうん。あ、うまいんだ。いやー、これ、すごくない うーん。よっぽど美味しかったんだね。それは <laughs>、あれじゃないジョアンの時に食べてたやつじゃないかうん。あー、脳の発達みたいなのも影響してんのかもね。脳があるのかわかんねえや、そもそも。<laughs> 脳と言っていいのか。お リーンのとこの、うん、ジョアンじゃないよ。<laughs> ジョアンと間違えちゃうのね。うん。うん。あれだね。いろいろ言葉がうまく喋れるようになれば、うん。過去にいろいろあったお話ができるね。そのうち人に。マーチの話とかもさ。うーん。うん 神な,くなったからうーん今のでああちゃんと理解したねグーグーはうーんうーんマーチうーんなんだろうね知っ ね本当にもうなんか子供の頃にさ簡単に受け止めた言葉の方がすってくるよねなんか大人がいろいろかっこいいこと言うよりその詩とかに関してなんか本質をつくよなやっぱちっちゃい子ってうんすごくいい うん。生きていくみたいな。忘れられないみたいな。あグーグー。ぐう,ぐう,うーん。うん。これはあれなのかな実際に両親の顔いや、違うか。これ、こんなの出てくるし。 いや双子の姉ちゃんじゃなきゃダメそこええー、これは何だろうね本当に想像の中の家族実際はああいう家族がいたのかないやこれ実際にあった話じゃねもしかしていやねえ 待てうんうーん実の家族じゃないんだね髪の色といいああもう間違いなく実際の話だわで置いてかれちゃったんだうーんああそれでああやってテントで生活してたのね グーグーはまたちっちゃいから分かってなかったんだうーんうーん前回ね指輪渡してもうあれでもうお兄ちゃんと関係は断ち切っちゃったのかなうーんグーグー いやーけど、そんなこと言わないでほしい。なんかもうフラグになっちゃうじゃん。大丈夫んんー。いやいや,いや、待ってくれ。ねえ。 いやー、そんな関係になってきたのにさ、またなんかあんのかいねえ。あとこのフシが作り出した食べ物はちゃんと食べ物として体の中で消化されてんのかい栄養とか。味は表現されてたっぽいけどさ。そこもちょっとあれだわ。考えすぎ大丈夫お、リンうーん、来てくれた。<laughs> ちょいグフ 急に。うーん。脱走癖ね。はいはい。それがあったからこそ知り合ってたんだけど、最初に。そこら辺もね、ちょっと分かってほしいね。りんちゃんには。グーグーの気持ちだけではなくさ。うーん。お いや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 、そりゃもう最初からそうせえ。もう、勝手に仕上がって。じゃあ特にあれだね、中に入れてる意味はなかったってことだね。もう,うーん。てかあれじゃない被ってないけど、どうなの今いや。結局ご飯の話かよ。<laughs> リーンのご飯、不シのよりひどそうだね。いやいや、それでも作らない。この二人も,も相当だけど。そういう裏があってなのかい君も。うーん、そこな。これ今表情見えてるよね。多分、リーン。違ううーん。 まだ見えてないのかんその怪我はあなたを守るためにやよ。おこれどう思うかなリンが見た時に。<laughs> いやー。<laughs> いや、それもそれでどう、ちょっとひどいけどね、ばっさり。ねえ。 うん、そうだな、不死な、そうなるわな。うーん、そこの不死、不死じゃない、ぐうぐうの気持ちはわかるよね。好きな子に対して。あ、えー、また被ることになっちゃうのんあ、何出せんのあ違うえどういうことうん いやいやいや、胸痛いってなんでそんなの気づいてんのいや、<laughs> そこまで言って二人っきりにするんかい <laughs>。ちょっと。いや、みんな優しい。リーンにしても、不審にしても。うーん、どうなった まだあれなのかないやいやりんちゃんこの子いやちょいちっちゃいちっちゃいなまあいいけどあれだよね自分によってはあれだからさうーんそういうもんだよね 人から見たらそうかもしれないけど自分にとってはっていうのはあるからねだから一概に何とも言えないよねそこに関してはまあググーからすればそうなるわなけどまあ勇気を持ってあれだったんだろうね見せたんだろうね いや、もう完全にそういう流れだったよね、今まで <laughs>。そこに気づかないグーグーもそう、そこら辺ちょっとあれだよね。うーん、フシは帰ってこないと思う <laughs>。流れ的にう。うん。緑ああそれであの指輪のことを、 うん。うーんなるほど。いやー、ああ、住所の人かなうん。うーん。グーグーからしたら贅沢極まりないかもしれないけどね。 その身に置かれた人たちによって感じるものは違うからなこれはこれであれだったんだろうねうらやましいって思う人もいれば窮屈だって思う人もいて <laughs> うん捉え方が全然違う。 まさに価値観だよね。いやー、けどその傷で、いやいやいや、その傷で済んでよかったんだよ。んなんだってえー、そういう感じになってんの助けてもらったとかじゃないんだ。うん。 いやー何も知らないんだね。あのまんまだったらだって、りんちゃん死んでたんだよね。いやーグーグぐ的に助けたのになー、はあ、真実もねじ曲がって伝えられてさ。 そそもそもあの現場でも見つけてもらえてないわけじゃんいやーそこ今この流れうーんこれどうなるのうーんそこいきなりのいやいやそこはいいんじゃない嫌われはしないんじゃない好きって言っても。 グーグーよあ何これかぶるんじゃないの予告のねえいや本当にえちょっとまあ、使えなくはないかな目のとこ開いてるし。 あわざと背向けてくれてるのかななことはないなうんなんだか嬉しいような <laughs> ちょっと複雑胸中。 いやりんちゃんの今の言葉あれだねーいやーねえけど大丈夫なのその顔の真実とか色々さーいろいろさあ出てきた出てきたかぶってうーん見つからないんじゃないのもしかしておめん うーんいやーもう、いい子、リンちゃんも。ねえ。ああ、ジョアンの姿になってきたのあるかなけど、その朝、あ、あったお素晴らしい。あれか、嗅覚とかが鋭いのか、ジョアンだと。うん。来た。また。 いや、大丈夫かんなんでそれなんでそれ出した警戒するならやりじゃねえのえー、いつでもってことはやっぱあれが出てくんのかまた。早瀬とかじゃないのかうーん。 そうだなグーグーよく分かってるなおああこれだこれもあるのかもういろいろあるないやーだから名のある家の人なんだよね結局ねお嬢様なんだよねいやー これはこれでまたあれだなぁ大丈夫かなぁグーグーいやもうリンちゃん惚れてくれグーグーに節じゃなくてうーんそこねさっきのあれかなうーん うん。この価値観の違いが今回ものすごい出てくるね、いろいろ。<laughs> なるほどね。自分用 <laughs> 自分用かい。被ってたんだね、じゃあ。あ <laughs> これ、グーグー顔見せるかなこの流れ。 うん。<laughs> かわいいな、ちょっと、リーンも。<laughs> 仮面かぶって。いや、もう、ほら、どうなるかな、リーン。いや、このなんか。 いいね。この今の時間がとっても。ああ来ちゃった。来 <laughs> ちゃったよ。フシああで、結局被っちゃうんだな。うーん。優しいな。いやーもう、このリーンのいろいろな事情もあったらね。うーん。 いやうんすごいなグーグーはなあ見習わないと <laughs> 今の返事 <laughs> とってもいいねうん誰だあまあそうだかぶっててもバレちゃうわな服で。 いやーうーん。犬もいるしね。<laughs> いやいや、ちょいちょい。できてない。うん、確かにな。<laughs> うん。これ、グーグーが。うん、そういう感じか。 ああ、けど、これで森の中入っちゃったからあれなんじゃないか。それこそ出てくんじゃないの不死の。違ううーん。何するんだろう鬼熊になんのかなまだ。違う。ああえー、ここでマーチなんであーあああすごい、痛い痛いって。 あれだ、傷を負った少女を装ってるんだね。やばい。ええあやば本当に来やがった。 いや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 。で、相手はもう学習してるみたいな感じなのかな今の言い方だと。だそれに対抗する新しい手段もないじゃんみたいな。やばいよ。突然のあのナレーションは正気ではもう戻らないって。いや、大丈夫かこれ一人になったら、 お互いに大丈夫かなグーグーもリーンもえ今の何ああえマーチいるじゃんんんあなんか抜けてるぞいやいや取られてないなんか何がわかんないけどまだああ マーチが取られちゃった。えマーチだけどういうことうーん。やばいね。あやりつくって。いや、これ大丈夫グーグー。あお酒だ今の。そういうことでしょう。 だから高純度のって言ってたから相当な強いアルコールだからあの火に対してバッてやれば燃えるんじゃない ああ良かった今の予告がなかったらまた不安な1週間だったよとりあえずさっきなんか鬼熊とかいろいろ奪われてたけどまあ奪われてる中でグーグーが来てくれたことによってなんとか奪い返すこと退治することに成功はしそうだねまあ、今の予告が結構なネタバレな気もしちゃうけどもとりあえず不安な部分がね払拭されたから良かったわ早瀬かなって思う部分もあったんだけどねあっちだったね不死は不死でやっぱいろんなものを体得 していいいいかななとあいつとあつ戦う準備みたいなのがねや奴らもどんどん戦うことによって学習していくんだろうね、節みたいにね。奪う、奪えない、関係なくさ。お互いどんだけ学習していくかっていうか、身につけていくかっていう勝負にもなってくるんじゃないかな。それがいまだになんで存在して、なんでそういうことしなきゃいけないのかっていうのがね、いまいち見えてこないけどね、明確に。 で今回のお話のテーマは本当価値観の違いだったりそこら辺を共有する難しさだったりねリーンちゃんにとってはあの傷はね大変なことで人に見せんのもはばかるようなねさらには人に話すのにも勇気がいるみたいなことだったんだろうけどグーグーにとってはそんなちっぽけな傷でみたいなさ家族とか環境の話もそうじゃん人によってはねなんでそんなことで何言ってんだよって思うかもしれないけど、まあ、その人によってはまあ心がえぐられるようなね傷になっちゃったりっていう、まあ、僕も昨日動画休んだでしょもう それは本当もう,う心のないコメントがねあったからっていうのもあってなんでそんなこと人に言えるんだよっていうねみんな自分の置かれた立場環境によってねそれぞれの悩みがあってそれぞれの価値観があってねそれまたお互いに理解していこうっていうね気持ちもあったりっていうねもうそこら辺があの幼い二人を通して今回30分の中で見て取れたなって思うんですけどもあの二人のやり取りからね明日から人に会う時にねお前なんだそんなことだって思わずねいろいろ共感してあげてねぜひみんなね自分の周りの 人に優しくしてあげてほしいなと思いますみんなが大したことないだろうって思うような一言がね、えー、その人を傷つけてるってこともあるわけで何も相手を傷つけるのはね直接的に暴力だけじゃないっていうこともありますからねみんなが笑顔になれる優しい世界になればいいなって僕はこの作品を見て思いましたはいというわけで皆さんもねこ週のエピソードに対する感想だったり僕の役約に対するコメントなどをお待ちしております以上動画をお伝えしましたバイバイ